くん。あ、他の友達はくんって、男の子はくんって呼ばれてるの？まあ、ゴーくんは？ゴーくんなんて呼ばれてんの？先生から、うん、さ、ゴーちゃんって呼ばれてる。はるか、危ない危ない、ダメダメ、こっちおいで、危ない危ない、誰が入、誰が剥がしてくれた、ママ、ママ、掃除してる。2歳ですってやって。だ。ほら、あ、そうそうそう、2歳です。ごくありがとう。手品の種明かしちゃってる、はるくん。ダメよ、これゴーくんの。ゴーくんの、ゴーくんの。で、はるくんがかぶるの？ありがとう、ゴーくん。帽子好きだね。ママ、ダイヤがありますように。あ、見して。どよっと。あった、本当だ。手品の手品。ハルくんなんか入ってるなんか。見して。うわ、グー。自分が。うわ。痛い痛い、うまっ、ごくん手品は難しいわ、はるくんに、もうわあかん、手品、手品、ごい手品、もうすいません、お別れの時間です、はい、他のお友達なんて呼ばれてるの？ごうくん、あ、他のお友達はくんって、男の子はくんって呼ばれてるの？まあ、ごうくん、ごーくんなんて呼ばれてんの？先生から、うん、さ、ゴーちゃんって呼ばれてる。なんでかなって聞いた？うん、聞いてきたの？聞いてきてないんだけど、聞きたいんだけどさ、聞きたいんだけどさ、ちょっと恥ずかしい。なんでよ。だってさ、さ、お休みで初めて聞いてくれたからさ、なんかさ、恥ずかしくなる。あ、今日も先生来た。うん。ああ、そうね。でも先生来た。久しぶりやから恥ずかしかった。うん、そっかそっか。でも恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいでこっちへ行ってる。あ、そうなの、ね。じゃあ明日聞いてみる？うん。どうしてゴーくんのことゴーちゃんって呼ぶのって、うん？なんて言われるかな。どうしてだと思う？うん、女の子はそうやって言ってくれ、可愛く言ってくれるのかなって思う。あ、ゴーくんも可愛いからそう言われてるのかな。うん。そっかそっか。かっこいい方がいいの？それとも別にゴーちゃんでも嬉しい？ゴーちゃんでも嬉しいし、どういう名前でも嬉しい。あ、そうなの？ジョジュー、ジョジュー。ジョージュー、ベーして、ハルコ、ベーして、もういいの？ない、もうない？
ちゃくちゃ毎日やってんねんな。はるくんどいて、はるくんどいてって言ってるわ。せーの、はるくんどいて。気をつけてよ。顔必死やわ。真似しなくていい、ゴー君。バナナ食べた。バナナ食べたよね。バーバ食べたね。パパ。バナナ食べた人。うん、はるくんさ、バナナ食べるからさ、今からさ、はるくんさ、お猿から生まれたばっかりだもん。違う。はるくんは人間。人間。じゃあそういう人間になったの？あ、そうそう、人間だけどバナナが好きなんだっけ。ゴーくんも人間だけどバナナ好きでしょ？うん。そう。バナナも果物好きな人もいるの？あ、そう。人間でもあのいろんなフルーツもご飯も好きな人もいるの。そういうこと。もしかしたらお猿さんでもバナナ嫌いなお猿さんもいるかもしれない。だからバナナを食べるからってお猿さんじゃないよ。それだけじゃなくって。うん。すごいな。あ、寒い？うん。床暖つけようか。それでこれで。ゴーちゃん。ゴーちゃん。やるの。ふーちゃんが作ったの？うん、すごいな。これ何？これ。これ。これ？うん。帽子？帽子も使ったん？うん。お顔になってるのこれ。うん。誰と誰？ママとふはるくん。ママとはるくんなんだ。へえー、すごいな。それ色も塗ったん自分で。すごいよ、これちゃんと飾っとかなあかん。これもゴーくん。あ、ゴーくんも作った？これ取れちゃってるじゃん。ゴーくんの？取れちゃってるじゃん。本当だね。ふーちゃんはお花使わなかったの？うん、使う。だってお花ないんだもん。あ、ないんや。私たちのお家じゃない。ない。お家じゃないけど。あ、ふーちゃんのクラスにはなかったの？まずつけてみようかなと思って拾って。うん。
ゴーくんのこれはなんだろうね、この人たち。パパとゴーくんかわかんないね。お花摘んでるかもしれない。お花摘んでる。ゴーくんこれ何？これふーちゃん、パパに。これっておほほってなってる。これは小さいここと、ここの人が花びらと花びらを、うん、この人とこの人誰、この人とこの人、えパパとママで花びらを閉じて遊んでる、うん、あそうだ、この子はママとハルくん、これせっちゃくちゃいでダディ、この3人接着剤で、おーすごいすごい、接着剤言えた、さ、うん、くっつけた、私も接着剤でつけた、うん、すごいすごい、もっといっぱい作ってきて、 OK、 じゃあここに置いとくね、うん、ありがとう、もっと作ってくるね、うん、あ、あれを忘れてた、次あれを作る